代表おはようございます。はい、おはようございます。特定秘密法案ですが、はい、まあ、ほとんど、与党案のまま維新も賛成するということですけど。ほとんどですかね。まあそこはもう評価ですね。ほとんどではないということ。まあ修正にはなりましたけどね。まあこれは国会議員団の、まあ最後は国会でのいろんな政治状況にもあるんでしょうけどね。まあメディアの力不足だったじゃないですか。メディアのせいです。ええ。もっと頑張ったらよかったんじゃないですか。代表ずっとこの間、まあ、正論をし続けてこられたと思います、ね、残念ながら東京での交渉にはほとんど反映してなかったと思います。だって大阪の仕事に専念しろっていうのが有権者の声だし、皆さんもそういうの言ってる人多いんじゃないですか。それが市長の今の気持ちで。だからちゃんと旗振ってもっと国政の方に関与しろって言うんだったらそうするし、今の状況であれば、まあ、大阪の改革の方にやっぱり軸足移さなきゃしょうがないんでね。だから大きな方向性というか最初から法案に賛成ということじゃなくて、やっぱりおかしいところはおかしいということを主張していこうというのが、まあ、維新の方針であってね。ただ何でもかんでも反対というのも非現実的だから、まあ、そこは原理原則で与党と、まあ、協議をしてどこで最後妥結するかということですから、まあ、これは最後有権者の皆さんが自民党とともに維新の会に対して、どう評価するかですよね。でもやっぱり特定秘密保護法案というものは人間組織である以上はそんな綺麗に秘密を選別して適正なその秘密の取り扱いができるなんていうのは僕は行政機構を見てきましたけども、そんな組織じゃないと思いますよね。修正合意で評価できる点とダメな点あるとしたら、まあでもこれは国会議員団がやったことなんでね、それは代表としてはもうそれについてはいちいち一言のように評価できませんから、もうこれは国会議員団で進めてもらうということです。秘密の範囲を絞れなかった理由についていかがですか。まあでもこれは国会議員団がもうそう決めたんですからね、今更言っても仕方ありませんのでね、まあ、それに60年というのはもうほとんど人生一人の人生と同じぐらいの長さで非常に長いんですけど、60年というのは、まあそれもいろんな政治状況の中で決めたんでしょう。ただ後に公開されるということがあればね、それを前提に、まあ、いろいろ態度振る舞い決めるんじゃないですか。ただまあ誤った判断、不都合なことを隠した人、まあ、その頃にはみんな死んじゃってるんでね、責任追及いけないですからね。そういう意味でただ個人としての責任追及よりもこれは政府としての責任追及ですから、もちろん個人は死んでしまってもね、政府が信頼を得られないという状況になればそれはやっぱり、おかしいという国民の批判が声が出るでしょうから、まあ、いずれにせよどこかでやっぱり公開っていうのは絶対に必要だと思いますけどね、まあ、例外が今度これ定まったんですから、例外は暗号とか何かそういうものでしょ。60年以上でも秘密にできるものはいくつかあるんでしょ。まあ、また30年というのが、まあ、普通維新も主張されてましたが、30年というのはある程度、まあ、長期間という意味では合理性あるのかなという気もするんですが、アメリカが何年でした？50年でしたかね。30年は確か長かった、ね、だからそういうところとも比較しなきゃいけないんじゃないですか。だからこういう法案が嫌だって言ったら、またこういう法案を変える政権を国民が作ったらいいだけじゃないですか。それが民主主義なんでね。まあ、今は自民党と公明党が圧倒的な国民のその支持の背景の中で進めてるわけですから、これがある意味国民の責任でもあるわけです。こういう法案ができるということはね、まあ、それが嫌だということであればまた変える政権を国民が作ればいいだけですよね。ではまあ反対するよりは修正合意の方が良かったという、まあ、国会議員団のそれは判断ですからね。他の法案との兼ね合いとかもいろいろありますから、そんな単純なものじゃないんですね、政治の場合にはね。国家戦略特区法案はこれで通過するんじゃないですか。だから一つの法案だけで賛成反対って決めれれば楽ですけども、それじゃあ万年野党になってしまうんで、やっぱり大阪にとって、法案として必要なものは通してもらわなきゃいけないわけですから、そういうところでいろんなそのいわゆる政治的な駆け引き、政治的な妥協っていうものをやっていかないと。だからこれはどこだっけな、なんか言ってた読売が変なコラムで
社会部かなんかのよく状況を知らない編集員かなんかが偉そうに、もっと合意をやるべきだとか、そんな対立ばっかり煽るべきじゃないとか言ってるわけですから、だからやっぱりそうやってギリギリのところの合意をこうやってやっていくわけですからね、まあ、それがその合意が良かったのかどうなのかっていうのは最後は有権者の判断ですし、民主主義の国なんですから選挙を通じて法律変えることができるんでね、だからこの法案がやっぱり国民にとって良くないということであれば政権変えられるっていう、まあ、政治はそういうリスクを負ってるわけですからね、今は圧倒的多数を背景としている自民党公明党がドーンといるわけですから、まあ、基本的にはそこの決定に従っていかなきゃいけない、そうなったら単純な反対をしてるだけだったらこれ与党の決定になってしまいますよ、だからどっちがいいのかって言ったら少しでも変えさせるってことをやらないと、いくら民主党がですね反対の法案出したところで多数がない以上そんなの通るわけないんですから、だから自民党公明党で圧倒的な多数があるっていう政治状況はこういうことです、と反対を唱えるだけではダメなんですね、修正に持ち込んで少しでも変えるっていうやり方をやらないと、基本的には自民党公明党が決定したことがすなわち国の決定になってしまう、これが今の政治状況です、だから単純反対であれば何も変わらない、もともとの自民党案のままだったんでしょうね、そしたら少しでも変えようと思えばいろいろ政治的なその駆け引きをやりながら少しでも修正させるっていうね、これしか野党の道はないと思いますよ、だから国民の皆さんがどう判断するかわからないけど維新はすり寄ったとか与党に自民党にすり寄ったって言いますけども、実際に変えたんだよね自民党案をね、メディアがこんだけ大騒ぎしたって何も変わらないわけですよ、民主党のように反対案を唱えてるだけでも何も変わらない、これが政治なんだよね、とは修正の方が良かったんですかって言われますけど、じゃあ修正しなければ反対と唱えて、当初の自民党案のままでいいんですかっていうのになります、それは野党ですから少しでも変えさせるってことが野党の使命だと思いますよ、非常に不本意であったとしてもね。